はい、どうも、結局です。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょう、ということで、4日連続ね、3人抜きする男、リマツ出したんですが、まあ、次の日はね、予選落ちしました。落ちたので、トーナメント行けなかったんですよ。で、その次の日が、これです。で、またリマはね、3人抜きなので、まあ、ちょっとリマ確認しつつ、まあ、全試合ね、見ていきたいなと思います。2021年、北斗の動画はこれがラストになると思います。ランキングガチャがね、31日来るんですが、ちょっとそれはね、取ってあげるのは厳しいので、まあ、年明けっすね。はい、まだなんかね、動画上げていけたらなと思います。はい、じゃあ、トーナメント行きましょう。はい、それじゃあまずは1戦目。相手先生ですね。俺と勝負しな。もう飽きたでしょ、リーマン。ね、分かってるんですよ。ただしょうがないやろ、こいつがアピールするから。さあ、ラウンドパンチ食らって倒れる。温まってきたぞ、ここで温まったから、こっからや。さあ、ラオ倒して、はい、ラオ復活。天はこのラオを望んでいる。俺と勝負し。まあでもこっからさ、まあコラボをまた剣士来て、まあ相当強いんでしょうね。あ、剣士郎の性能は出てましたね。まだちょっと俺確認してないんですが。まあでもね、今回のコラボはね、俺北斗のごとく持ってるんですよ。ただまあ個人的には嬉しいっすね。はい、スキップ。なんかよくケージと当たってますね。はい、不動。まあまあ不動の火力じゃね、リーマは倒せないですね。奥村スケーモン、ガルダ全く戦ってないです。俺と勝負。さあ、踏ん張り削って、俺と勝負。はい、連発で削っていく。まあこのトーキダウンもね、なかなかいいっすよね。はい、で3人抜きと。では2回戦いきましょう。はい、じゃあ2回戦ですね。ここで貴様を灰にしてくれるわ。まあ、やっぱりね、2回戦はまずはこいつらからいく。特攻隊長。誤射火炎熱風拳。誤射爆裂炎上拳。まあ、シュレン比喩はね、やっぱ147のどっかに置きたいんですよね。俺は誰よりも強い。俺は誰だ。さあ、耐えた。で、ここで倒れて復活。まだまだだ。ここで来て耐えろ。誤射爆裂炎上拳。はい、で龍拳出てくる。まあこれ一発かな。受けてみよう、北斗戦機雷弾。はい、まあサクッと倒れて、で龍拳が出てくる。はい、相手の踏ん張りなくなりましたね。で、次は相手の陶器が溜まってって感じか。
はい、まあここで打ってきて、はい、削られて、地味な戦いっすね。さあ撃てる。一子相伝の我が剣。ここで倒す。で、霞剣士郎出てきて、はい、大丈夫。まあ龍拳かなり強いですよね。はい、ここで踏ん張り減って、あ、残ったね。危なかったね。はい、じゃあラスト決勝戦いきましょう。骨のあるやつはなかなか現れ、まあここはいつも通りですね、龍河から。はい、踏ん張り1減って、はい、1減る。で、倒して霞剣士郎復活。あ、ここで龍河負けるね。少しはやるじゃない。はい、ここで倒れると。あ、で霞剣士郎はね、超覚醒まで終わってるんですが、5分つけてないです。1ページ目のみ。弱いんですよね。パッシブ分だけでもつけとけばね、あの強いですけどね。さあ復活、まあ、踏ん張り1削って、ただ次倒れるね。あ、倒れた。でラオウが頑張ってくれたってことっすね。不動頑張ってる。さあ来た。まあ王言ってればね。ラオウはまだまだ外したくないよね。はい、これで勝ちと。はい、ということで今回はここで終わりたいなと思います。2022年もよろしく。ご視聴ありがとうございました。